今日はユノとチャンミンのうちの子記念日です。10年前の12月にうちに来ました。ということは推定20歳になりました。ところ変わって今日は笹塚に来たのでオリーブチキンに寄ってみました。韓国ドラマで有名なフライチキンのお店です。ソースがこぼれてしまいました。ごめんなさい。チキンにはすでに味がついています。無料でいただいたソースがこぼれてしまいました。韓国ドラマではいつもチキンが出てくるので食べるのが楽しみです。オリーブオイルで揚げた鶏肉にヤンニョムがたっぷり絡んでいます。甘辛でとっても美味しいです。オリーブオイルで揚げた軽い食感とピリ辛な味が癖になるチキンです。愛犬のフードを買いにグランベリーパークに来ました。平日の7時くらいだったのでとても空いてました。お腹も空いてきたのでパンダエクスプレスに来てみました。プレートを注文すると人気のオレンジチキンがサービスでした。プレートは私たちにはやっぱり量が多すぎました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画にも遊びに来てね。バイバイ。